はい、どうぞ。はい、5連勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日特に粘り強く勝ち切った試合と言えると思うんですけど、振り返ってみていかがですか。そうですね、やはり前半はね、相手の時間も少しありましたけども、多くを自分たちの、ね、時間としてサッカー、自分たちのサッカーができて、で本当にいいタイミングで、春菜の先制点が生まれて、前半は本当に良かったなと思います。で後半、まあ、ハーフタイムでも、局面局面ではかなりやっぱり相手の圧力っていうのは強いんで、でさらに向こうはペースアップというか、かなり来るだろうということをみんなに話して、それをしっかりと受け止めながら、やっぱりまた逆にその力、相手のパワーの力を逆にやっぱり自分たちが利用するじゃないけれども、うまく、そのパワーから自分たちのサッカーに持っていく、そして追加点を取っていく、さらに自分たちのサッカーを展開するということを話したんだけども、ね、やっぱりなかなかやっぱりね、やっぱり新潟は力あるチームなんで、簡単にはいかなかった。まあそういうゲームがある中で、やっぱり今日はもう久野吹雪の神がかり的なやっぱりのセーブのおかげだと思うしね、今日の勝利は。まあ、やっぱりサッカーの上でやっぱりキーパーの存在というのも非常に大きなのをね、今日は多くの人たちにも感じてもらえたんじゃないのかなという。どうしてもね、攻撃に目が移りがちだろうし、フィールドに目が移りがちなんだけども、やはりキーパーという、まあ、ある意味本当に大事な特別なポジションがやっぱり大きな存在感を示してくれたゲームだったのかなというふうに思います。ここまでの9試合を振り返って、確実に成長を感じている部分を教えていただけますか。昨シーズンはやっぱり結果的に非常に苦しんだシーズンでしたけれども、まあやっぱり変わらずやり続けてきたところことが、そして昨年の経験とか、あるいはそういう悔しさも含めた思いだとかで、やっぱり自分たちの やってきているサッカーに対しての思いだとか、そういうのが、まあ、この、ね、前半の9試合、あるいはカップ戦も少しやってますけども、公式戦でうまく、表現できているのかなと思います。はい、だから、夏場のカップ戦と9月からの後半戦。はい、まあやはり昨シーズンもその一応10試合でしたけど、3勝4分け3敗という五分で一度中断したんですけれども、そこからの後半戦が1分けしかできなかったっていう、そういうね、やっぱり昨シーズンがあったんで、もちろん自信を持ってまたカップ戦あるいは後半のリーグ戦につなげたいですけれども、まあ、本当に、しっかりやらないと、一度つまずくと悪い流れというのもリーグ戦とか、そういうね、チームの流れを悪くしないように、まあ、本当にもう通常通りの来週からまたカップ戦なんで、またしっかりカップ戦もチームとしての戦い方を積み上げて、より、もっと自分たちのサッカーが出せれるように少しでも積み上げていきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、試合のゲームコントロールという点で、今日はやっぱ新潟が前から来た中で、そのロングフィードの質と裏に抜けるタイミングっていう、その、すごく狙ってたと思うんですけど、そこってやっぱりこう、今シーズンすごくその形になってとか、そこは点を決めるっていうところが、まあ、すごい力入れてらっしゃる部分なのかなって、使い分けのところ、そうですね、はい、全体的にはやっぱりショートパス中心でやっていくんだけれども、それじゃキリがないんでね、変な言い方じゃないかもしれないですけども、だから今シーズンだから、その例えばビルドアップにしても、はい、その昨シーズンなんかはかなり固執してというか、まあ、判断悪く、はい、
つけてそれを狙われてっていう、それで本当に失点もありましたし、苦しくなった場面もたくさんあって、そうで今年はまた例えば吹雪のゴールキックっていう部分もあるし、松原の競り合いの強さっていう、でそういう何だろう、一つだけのやり方じゃなくてやっぱり複合的っていうか、うん、だからそういうところが昨シーズンとの違いでも一つあるのかなと、はい、個人の力が加わったことによってっていうところも、もちろんもちろん、うん、でショートパス中心でやりながら、うん、だからサイド特に今シーズン多いのは左サイドで細かくこう、うん、崩しながらで取られたらそこからすぐ狭い中でのディフェンスでさらに奪い返すことによってそのディフェンスがいい次の攻撃のチャンスになるっていうことを繰り返し練習でもやってるし、ミーティング等々でもこの場面を切り抜いて話も何度もしてるんで、ただそれだけじゃやっぱりダメ、そこからやりきるということを考えるとその間に相手をがこう前がかりになってきたその背後をどう取るかっていう、うん、でうちの場合は多くは南野がその受けの起点になったりとか顔出しをするんで、そこに誰が入っていくんだっていうことをサポート、うんうんうん、いわゆるコントラクトのコントラの動きとしてコントラストの動きとしてやっぱり引いて引いて受けて受けてだと怖くなくなっちゃうんですよね。逆に相手の前へのパワー、ディフェンスのパワーにうまく利用されちゃうんで、だそこをどうやっぱり相手の逆を取って背後をつけるか、いわゆるセンターバックを引き出したそのギャップに誰が出ていくんだっていうことはね、はい、勝ち切るっていうところで日テレ戦のあと5連勝ですけども、はい、その最後の勝負のところ、うん、こだわりっていうところが、うん、やっぱりこう自信も含めて、うん、あるのかなって、うん、そこがやっぱりこうここまですごくいい流れで来てる一つのあれかなと思うんですけど、うんうん、そこはどうですか、勝ち切る強さっていう、うん、まあなんだろうな、これっていうのがあるんだったらぜひ教えてもらいたいけどね自信ですかね、うん、ただ例えば前節の日体との試合ってチームとしては出来が良くなかったんですよ。で思えば例えば昨年伊賀と伊賀の向こうのうちのアウェーで行ってやっぱり良くなかったんですよ。負けましたよね、やっぱ 0-1 で、うん、それがまあこの間で言うと2対1というね、悪い中でも去年だったらやっぱり悪い悪いで負けてたゲームが、うん、あんまり良くないなっていう中でやっぱり、まあ、やっぱ一つは点が取れるっていうところがあるだろうし、うん、まあなんだろうね、うん、ただやっぱり自分たちのやっぱりサッカーがこんだけこう積み上げてきて少しレベルが高くなってそれが結構通用してるよっていうのは、うん、少しはね、だからこれがやっぱりただその、ベレーザやアイナックやレッズに対してどこまでやっぱり今度できるか、うん、今日試合前に話したのはやっぱり今日勝つことによって少なくても3位で折り返せるわけで、いいポジションにいる中でやっぱり次その今言った3つのチームに、まあ一応順位はレッズのがより上ですけども、力的にはやっぱその3つに対していいポジションでチャレンジを、いい位置でいる自分たちとしてやっぱり大きな権利を得てる3位だと思うんで、その3位のチームがやっぱり1位や2位やもう近くにいる力のある4位のチームにやっぱり本当に堂々と、うん、チャレンジできるようになっていきたいなっていう、これはあくまで個人の考えを。もしかしたら2位で終わる可能性もありますけどね。わかんないですけどね。はいはいはい、はい、はい。ありがとうございました。なんで打ち切るかな。時間切れ。チェーン。